大阪市立大学理学部付属植物園は大阪府片野市にある植物園。大阪市立大学理学部付属の研究施設ではあるが有料で一般公開も行われている。大阪市内にある大学キャンパスからは遠く離れた片野市の記載地にある。前身は万能開拓団の訓練施設として1941年3月に 開設された大阪市公は拓殖訓練道場。第二次大戦が終わった1945年9月に大阪市立農事練習所となるが、1950年に大阪市立大学へ移管され、研究施設、理工学部附属植物園となる。1959年に理学部と工学部に分離された時、理学部附属植物園となり、現在に至る。 イコマ山系北西ブロックの丘陵に位置する敷地面積26ヘクタールの深最大級の植物園。園内は4つの尾根と3つの谷があるダイナミックな地形で大部分が樹木の植栽となっており、世界の樹林型及び日本の樹林型を復元している。高さ30メートルを超えるメタセコイアの林やクスノキの巨木などがあり、メタセコイアは1941年に 元園長である、三木茂博士が、化石植物として命名したもので、日本で2番目に古い苗木が現存する。水蓮の池前より島植物園の特徴の一つとして、収集された植物は自然の環境において保存され、極力人間の管理を加えないこととしている。例えば、落葉樹が紅葉した後自然落下した葉は地面に堆積し、年月を経るうちに、 不要土となって大地に還元されることになる。近隣の植物園の中では敷地面積が大きい。これは開園当初より交通が不便な郊外に位置していたことが原因であるが、このことがかえって周辺地域の豊かな自然を今日まで保存することにつながっていると言える。一部の花木類に関しては品種群が充実している。特に、 ムクゲやツバキをはじめとした園芸品種がここでは多数保存されている。ありがとうございます。